爆発90格闘メインイベント。しかしですね、タイトルだけがすごいんじゃないですよ、中身もすごいんですよ、これは。そうか、そしてですね、これを丸ごとノーカットでお届けしちゃってるんですけど、はい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 、これは永久保存版です、ね、私の時はなかったんですよ、うん、そういうの。なかったですよ、なかった。はっきり言うとずるいよね。いや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 、まあまあいいから、とにかくですね、ぜひご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。それでは全選手を揃えましたところで、本日の対戦カードを発表いたします。第1試合、3分4ラウンド格闘技戦、長谷川早紀江対山本真由美。第2試合、6人タグマッチ20分1本勝負、神谷美織、井上京子、吉田麻里子組対三田悦子、下田美誠、伊藤薫組。全選手リング上に登場いたしまして、今今日の対戦カードがこれまた華やかなうちに紹介されております。前田香織、エステル・モルナグみたい、なるほどね。グリズリー・ヤマト、バイセンス・ムラ、こういったのお祭りムードの華やかな雰囲気の選手紹介、それからカードの紹介っていうのは今まであの全日本女子プロレスありませんでしたね。そうですね、やはり今日にかけるね、意気込みというのを感じますね。とってもいいことですよね。そうですね、はい、起こることによって選手がね、みんなこう徐々にこうムードが盛り上がっていくのがあると思いますね、はいはい。今日は
大先輩の長与千草さん、そして大与田明日香さん、放送席に座ってくれております。千草さん、明日香さんって呼ぶのもどうもとちりそうでね、舌を噛みそうなんで、放送中はあの千草明日香と、はい、これで行かせてくださいね、よろしくお願いします。いいね、なかなか華やかで懐かしいですね。懐かしいですね。懐かしい。でもまあ2人がいないのがちょっと残念かな。おーおーおー、真ん中に座んなきゃ行かなきゃいけないから、もう言いたいこと言ってるよ。そうそうそう、本当に。しかし2人がいないだけで、いかにもあのリング上は発達として若さが溢れてますよ。そうですか。おちょっと試しに上がってみる。私たち若いですよ。いやいやいや、若いですよ。パワーはありますもん。平均年齢を上げないでくれよ。パワーはありますもん ね、 ね。ということで今全選手の紹介と対戦カードの紹介がありました大田区体育館のリング上、これから今日の第1試合が始まろうというところであります。今日の第一試合は山本長谷川という非常に若い2人の格闘技戦です。2人に一言意気込みを聞いてみたいと思います。まず山本選手、今回2回目の格闘技戦ですが、意気込みをまず聞かせてください。今度は KO を狙っていくつもりで頑張ります。相手の長谷川選手というのはどうですか。流派が違うんで、また別の戦い方をしようと思ってるんですけど、うん、はい、自分のアピールポイント、こんなところを見てほしいというのはどこですか。蹴りとパンチのコンビネーションで揺さぶっていきたいと思います。そうですか、はい。さあ、そして長谷川選手ですが、今回2回目どんな気持ちで戦いますか。勝つのみです。相手の山本選手、まあ、前回も試合見たと思いますけれども、どうでしょう。自分のやり方で思い切っていきます。自分のアピールポイント、自分のストロングポイントはどこですか。山本は山本のやり方があると思うんですけど、自分は自分のやり方で思い切り ぶつかっていきます。非常に若い2人、フレッシュな対戦を期待したいと思います。さて、対戦いたします選手が残りました。長谷川早紀江対山本真由美の対戦ということになっております。青コーナーが、長谷川ですね、長谷川早紀江選手、そして赤コーナーが山本真由美選手であります。いずれもあの柔道着ということになりまして、これは格闘技戦とこういうふうに、紹介されております。山田俊夫選手がレフリーを務めるわけであります。さあ、長谷川そして山本両選手のこれから格闘技戦が開始されました。試合の方は3分1ラウンドで4ラウンド制ということになっております。このところこういった阿部さん、全日本女子プロレスはいわゆる格闘技戦、あるいは異種格闘技戦ですか、盛んにやってるようですね。そうですね、なんかこう大きな流れになってるような感じがしますね今はね。そしてこういったあの格闘技戦に積極的に挑戦するやはり若手選手が多いみたいですね。そうですね、やっぱりもともとこのベースが空手の選手とかですね、はい、多いですからね、うん、そういう意味で、まあ、これをですねうまくプロレスに生かせればいいんですよね。あ、なるほど、はい。まあ、しかしどちらにしてもプロレスというのはね、こういったあの格闘技のテクニック、それからなんといってもあの気持ちの持ち方、これが基本でしょうからね。そうですね、やはり回っていくね、通してファイトが一番大事ですからね。この2人の対戦というのはあの三宅君、どうして決まったんですか。聞こえますか。はいはい。この2人の対戦ですけどもね、これはあのどうして決まったカードなんですか。そのあたりはやっぱり代表に聞いてみましょう。はいはい。いや、あのやはり空手経験者ということで、あの2人とも自分で名乗り上げてきたんですよ。ああ、そうですか、はい。この2人はね、共に吉永選手に負けてますけどもね。そうそう、それもありますよね。高校時代にですね、2人とも空手を経験してまして、山本の方は2年で、長谷川の方は3年と、はいはいはい。で山本の方が和道流空手で、長谷川の方は和道会という。あ、そうですか。全く流派は違うというふうに本人たちは言ってますけどね。なるほどね。2人とも初段です。うん、そうですか、はいはい。じゃあお互いに、まああの空手のキャリアがあると、こういったことなんですね。山本そして長谷川、お互いにあの手にグラブをはめておりますけども、どうなんでしょうかね。足を使うケースが多いのか、あるいはあの手を使うケースが多いのか。サイドヘッドロックの対戦になります。このあたりはまあね、レスリングの技も使っております。長与千草選手なんかの昔ね、やはりこういったあの石格闘技戦、あるいは格闘技戦というのは何回かやってますよね。
そうですね、あのやり損なったっていうのがたくさんありますけどね。あ、そうか、あの残念ながらタイの方で、なるほどね、あの時の真夏の、うん、覚えてる、悔しい思いしましたけどね。うん、そうでしたね。若い選手たちがこういったあの格闘ミッションをやるってことについては、先輩としてどういう考えを持ってますか？面白くないです。あ、そう。どんどん言ってる。プロレスラーですからね、要はね。ね、そう思いますね。プロレスラー同士で異種格闘技戦やってもなんか意味ないんじゃないかなみたいな。あ、そうか。もしもね、やるんだったら彼女たちの根本的な頭の中に、もちろんレスラーっていうものを基本に置いて、はい、で技を決めながら蹴りとかパンチを出していくっていうのが基本だと思うんですけどね。もう彼女たちもう空手になっちゃいますからね。空手はプロレスと違いますからね。思いませんか？思います、ね、はい、だからそういう頭がないから、やっぱり見ててもメリハリがないんですよ、それはそうかも分かりませんね。季節してあのクラッシュの先輩2人の意見が合いました。今第1ラウンドが終わりました。まあ、しかしこういったあの夏の祭典のね、熱風爆発という、今日のなんて言いますか、プロレスリングの真夏の祭典とでも言いましょうかね。この皮切りのカードということで若い2人がね、思い切ってぶつかっていくっていうのも、阿部さん、それなりにまた意義はあるんでしょう。そういうことだと思いますね。まあ、今日はあの格闘技がね、これ入れて3試合ありますんでね、はい、そういう意味でもまあそう、格闘技色が強い大会という意味での開幕戦もやはり開幕戦だと思いますね。はい、まあ、象徴的にね、この新人2人の、格闘技戦を組んだか、そういうふうに考えていきましょうか。長谷川早紀対山本真由美の対戦を迎えておりまして、大ラウンドで入ってちょっと試合の方もエキサイトしてまいりました。さあ、キックが出ました。そして今度はパンチが出ました。後頭部に一発。大ラウンドに入っていきなり攻勢点にましたのが山本であります。さあ、しかし長谷川の方も応戦しております。この大田区体育館、照明が真上からじゃなくて、ちょうど私たち放送席のね、ちょっとあの斜め上の方からということで、リング上やや見にくい感じはありますが、もう両選手の表情は真っ赤に好調しております。こういうふうにグローブをはめるっていうのはやはり慣れないと相当腕なんか疲れるんでしょうかね。そうですね、ボクシング自体はあのなかなか慣れないと疲れますもんね。そうですよね。とにかく4ラウンドを戦うことになっております。1ラウンドが3分であります。また後頭部に一発、強烈なパンチを浴びせております。長谷川、まあ、しかしそれなりにあのフットワークみたいなものはね、勉強してるっていうか、勉強の跡が見られますね。体でだいぶ積んでるんだと思いますね。そうでしょうね。お互いにキック相打ちの感じになりました。ちぐさなんかね、はい、まあ、プロレスにね、積極的にあのキックを持ち込んだ選手の一人でね、ちぐさが出てきた時は私たちもね、おこれは今までとは違ったあのタイプの選手が出たなと思いましたですよね。わがままなキックやりますからね。しかしああいったあのキックの大先輩から見て、この若い2人のね、今一応格闘技戦で見せてるキックっていうのはどんなもんですか？甘いっていうか、間合いを詰めてないんですね、ちゃんとね。あ、そうか。で、あのフットワーク使ってるのはいいと思うんですけどね、最初にほら2ラウンドの最初にもう飛ばしすぎましたでしょ。でスタミナの配分考えてないですよね。どうせやるんだったら、あの 100m を全力疾走で走った後っていうのは 200m ぐらい走ったような気持ちになれるんですよね。でも 80m ぐらい飛ばして、 あと 20m はスローで行こうなんて言って 100m 走った気持ちにもならないですよね。だからその辺でうまく考えないと、もったいないですよね、この人たち ね、せっかくやってるんですけどね。はい、まあ、しかしこの2人はね、レスリングのキャリアよりもむしろまあ空手のキャリアが長いような感じのね、2人なんでしょうね。そういった意味では
またレスリングよりも今空手をやっている方がなんとなく格好がついているとこういうことは言えるのかも分かりません。今第2ラウンド終了しましたですけども、安倍さん、ここまでご覧になって、はい、両者の対決内容いかがですか。そうですね、やはり体格で勝っている長谷川の方がこうじりじりと押していると、うん、でまあ、山本の方はパンチとキック、まあ、バランスよく出るんですけどね、うん、もう一つこう破壊力というかパワーに欠けているなと、はい、こういう感じですね。あ、そうですか、はい。塩野さん、はい、飛鳥さんなんか採点出したみたいですよ。お、1ラウンドと2ラウンド、今日は飛鳥、ちょっとここでね、飛鳥さんの採点では、ええ、軍事さんじゃないですけど、はい、ぜひ軍事なんて古いね、言いませんでした、軍事さんの採点では。いますよ、大先輩、大先輩ですね、はいはいはい。飛鳥さんの採点では、飛鳥、そのくらいかな。そうですね、10点満点ですよ ね、うん、10点でいいよ、10点ほどいこう。じゃあね、うん、わあ、もうなっちゃいましたね。いいよいいよ、一応言ってよ。やっぱちょっとこだわらなくていいんだから。何点何点って分かんないけど、長谷川の方が有利かなっていう。ああ、さあ第3ラウンドに入りました。まあ、お互いにラウンドの最初はさっき千里さんが言ったようにね、とりあえず行くんだ。そうですよ、ね、もちろんですよ、気持ちは分かる。でも私山田さんに9点を取りましたね。山田さんのレフリングに、あ、レフリーの方に。おっと、今何をしようとしたのかな。さあ、強烈、うん、これはいいぞ、ね、え、あれは飛鳥さんの得意ですよ。そう私何回もやります、ね、やっぱここまで来たら顔に蹴り入れなきゃダメですよ。今度は膝蹴りを見せてますけども、これはちょっとブロックされております。さあ、早くももう顔面真っ赤、お互いにね、苦しい第3ラウンドに入りました。ちょっとね、同じような服装をしてますんでね、選手がわからないんですけど、今低い姿勢で相手の攻撃を受けておりましたのが長谷川、山本の方が積極的に第3ラウンド攻撃を仕掛けているようでありますが、今カロンビオだってまた行った上から長谷川であります。おお、強烈パンチを突き落としております、政権攻撃。さあ、これは相当効いているでしょう。なんとか立ち上がりました山本であります。第3ラウンドに入りました。1ラウンド4分、今日の開幕を飾ります格闘技戦、共に新人同士の再戦、空手のキャリアを持っております両選手の対戦は長谷川早紀江対山本真由美となっております。今日の大田区体育館は超満員。今日の開幕カードに選ばれました格闘技戦であります。アスカね、はい、改めて、まあ、採点の方はともかくですね、はい、この2人の戦いぶりについて先輩の感想はいかがですか。そうですね、まあ、投手としてはね、うん、先ほど塩野さんもおっしゃったようにもう若さあふれて、はい、両方ともゴブゴブなんですけど、うん、まあ、いろんな技を積極的に出すという面では山本選手の方がね、うん、バシバシいってるんじゃないかと思いますけど、はいはい、やっぱり体格が大きい分長谷川選手の方が有利かなと。あ、やっぱり格闘戦になるとね、やはり体格の大きさっていうのは何といってもね、大きな武器ですよね。そうですね。で、あとやっぱり、うん、まあ、どっちかどっちも偉いんですけど、やっぱり相手がこう下になった時には、うん、やっぱり長いを飛鳥流で顔に蹴りをぶっ込まないと決まんないですよ、これは。相当やはりね、先輩は考えてみると2人とも過激派だったんだね。悪かったなと思って今まで来られて、ね、ごめんなさい。またそうじゃなくちゃ頂点に立てないよね。そうですね、まあ、うん、勝負に情けは無用ですからね。はい、ということでね、顔にとにかく蹴りをぶち込めって言ったから大変な経験者ですよ、ね、今頃伊藤の方でジャガー横田もびっくりしてますよ。そうでしょうね、多分、はい。さあ、気持ちとは別にやはり第3ラウンドに入ってまいりますとね、動きの方が今一つでね、ラウンドの開始早々はね、お互いによく動くんですけども、その後ちょっと動きが衰えてまいります。今第3ラウンドが終了いたしました。今日の開幕を飾る格闘技戦であります。あれ帯にさ、白いのと赤いのと巻いてればいいのに、後ろに。どっちかどっちか。あ、そうか、そう、分かるよ。正式じゃないとそうなんですよね、体だから。でもそろそろ疲れてきましたね、うん、なんでプロレスやんないんですかね。プロレス見たいんだろう。いや、一本プロレスがあってそれに格闘技をうまくこう技が出ないミックスしていくのが本当の根本的な、ね、ところだと思うんですけどね。今まで習ったやつね、プロレスは下がった。あ、そっか。でもここはリングですからね、空手の道場じゃないですよ、リングですから。今までの抵抗でね、格闘技戦になるとこうパンチとキックで決めなきゃいけない。そうそう、それはおかしいですよね。ギブアップなんでグラウンドやらないんだろうって。
さあ真夏の祭典格闘技戦開幕を飾る新人同士の格闘技戦が展開されておりますリング上であります。今日は長与千草ライオネスアスカクラッシュギャルズ先輩2人がリングサイドに座ってくれております。まあ、こういった格闘技戦もいいけどももう少し格闘技戦の中にやはりプロレスの技を取り入れてもらいたい、そういった先輩たちの熱い希望もあるようでありますが、いよいよ最終の4ラウンドに入りました。共に、まあ、空手の道着は着てるんですけどもね、ボクシングスタイル、そして空手スタイル、さらには柔道スタイル、そしてプロレススタイル、いろんな技がミックスされております。ここまで得点で言えばどうなのかな、ポイントで言えばやはりちょっと長谷川の方がいいですかね。郡司さんの採点では9対10で長谷川の方が、長谷川の方がややリード。そうしますとやはり山本さんにね最終ラウンド大いに挽回してもらいたいところであります。さあ山本いけ、キックが入りました。塩野さん、はいはい、やっぱりプロレスでもですね、これまで何回か対戦してるんですけども、はい、長谷川の方がやはり分がいいようですね。いいプロレスでも、あそうか、はい、ね、まあ、この辺りはねやはり体の大きさがどうしても格闘技の場合は大きなポイントになってまいります、要素になってまいります。さあ山本負けたくないところ、顔を真っ赤にいたしまして、山本そして長谷川両選手の格闘技戦が展開されております。超満員の大田区体育館であります。おーっと顔面に入った、おー相当今顔面に入りました。しかし山本ね一瞬攻勢に転じるんですけども、その後やはり長続きをしないようであります。さあ長谷川、おっと左が入りました、長谷川の左が入りました。左辺に行っておりますのが山本であります。ちょっとしかし両選手動きが鈍くなってまいりました。コーナーに詰まりました山本、攻勢に出ておりますのが長谷川、ポイント制ではわずかに長谷川がいいとこういったところであります。レフリーが山田敏夫であります。首を痛めておりまして、まだレスラーとしてリング上復帰はなりませんが、山田敏夫こういったレフリーをやりながらやはり勘を失わないようにして復帰の日を狙っているわけであります。お互いにキック、しかしこれは相打ちの感じになりました。さあ紐がちょっとほどけてまいりました、うん、こういう風に押さえつけておいて、サイドヘッドロックの体勢で押さえつけておいて、顔面に思い切ってパンチを浴びせてもらいたい、そんな感じもいたします。山本ちょっと帯がほどけてしまいました。さあ山本いった、長谷川応戦、ほとんどポイントとしては互角の感じであります。山本もよく頑張っています。最後までこうなったらね一つ動き回ってもらいたいもんですけども、やや両選手疲れて今ここでゴングであります。1ラウンド3分4ラウンド制、まず開幕を飾ります格闘技戦終了いたしまして、青コーナー赤コーナーに選手が下がっております。はい、塩野さん、はいはい、長谷選手、あ長谷さん、うん、好き勝手なこと言ってましたけど、なんだってどっちがどっちだか分かんなかったみたいですよ。いや僕の実況アナウンサーもよく分かんなくて申し訳なかったどっちが長谷川だって、はい、知らない、言わないでねなんて、うん、一番ね今青コーナーに座ってるのが長谷川、そうだと思ったんですよ私は。そして右、赤コーナーに座っているのが山本ですね。山本なんかアスカのファンだよって言ったら頑張れ頑張れって言ってるんですよ。おー、同期なんですかこの選手は、同期選手、同期山本大輔選手長谷川選手がね2点差ということになりますけども、まあここはだいたい飛鳥の採点とね合ってますよ。ほらほら郡司レフリーです。郡司さんありがとうございました。ということで、結局長谷川早紀江選手が2ポイント差ですね、山本選手を破った今日の開幕第一戦格闘技戦でございました。試合が終わった長谷川選手がこちらに戻ってきました。おめでとうございました。ありがとうございます。何かあまり表情は明るくないですね。そんなことないです。どうですか今日の試合は。前に後楽園で吉永に本当に KO で1ラウンドということで本当に悔しい思いして、で今回そのライバルだった吉永も格闘技戦があるんで一緒に練習して、うん、やっぱり吉永の蹴りすごいですから、でもそういうのも痛くてもやっぱり自分で我慢してやってよかったと思う。
もう完全に採点でも圧勝でしたよ。嬉しいです。またこれからもやっていきたいですか、格闘技戦は。機会があれば頑張ります。また今度吉永に今度はね勝たなきゃいけませんね。また期待してます。お疲れ様でした。おめでとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。第2試合は20分一本勝負6人タッグマッチです。まず赤コーナーの選手を呼んでみましょう。こちらにまず神谷選手、そして吉田選手、井上選手と3人が勢ぞろいしましたが、今日は何か衣装も新調したみたいな感じですね。これそうです。今日はこの太田に向けて頑張ってきました、今日はどんな試合見せてくれますか。会場はすごい熱いですけど、それに負けないようにお客さんにもっと熱くさせるような、いい試合を見せたいと思います。そうですか、はい、さあ吉田選手、こういった、大試合っていうのはあんまり経験がないんじゃないかと思いますけども、どうですか。はい、思いっきり戦いたいと思います、はい、さあそして井上恭子選手ですが、あなたのキャラクターをどんどん出してもらいたいという気がしますけどね、はい、どんな試合を見せてくれますか。とにかくがむしゃらに頑張ります、はい、3人で息の合ったところをまた見せてもらいたいと思います。じゃあ頑張って行ってきてください。さあそしてこの赤コーナーに対します、青コーナーの選手をご紹介しましょう。どうぞ。さあこちらは三田、下田、そして若い伊藤選手の3人のチームですが、さあ今日はどんな試合見せてくれますか。いつも引いちゃうところがあるんで、絶対引かないで、ガンガン引きたいと思います、先輩の神谷選手もいますしね、下田選手はどんな試合見せてくれますか。大きな試合ということを意識しないで、のびのびと試合したいです、そしてね、この中に若い伊藤選手が一人入ってますが、緊張してますどんな試合見せてくれますか。すごく緊張してるんですけれども、とにかく頑張ります。はい、じゃあの3人で素晴らしい試合見せてください、はい、じゃあ頑張って、はい、この6人タッグマッチ、華麗な一戦を期待したいと思います。さあしかしリング上テープが待っておりまして、この整理が大変であります。三宅君、はいはい、もう放送席ですか。戻ってきました、今回は勝った選手へのインタビューもあるし大変ですね、そうですね、今日暑いですからね、インタビュー室から、ここまで結構距離があるんですからね。ただし三宅君ね、今日はびっくりしてるんだけども、選手紹介とか選手入場とか、今までとテンポが違って気持ちがいいね。そうですね、音楽に乗せての選手紹介っていうのは結構いいですね。そうそう、それから山本リングアナウンサーもね、なんとなくテンポがマッチしてるよ。そうですね、今までで一番いいよ、合ってる。そして選手もですね、今回音楽は初めての音楽ですよね、ニューミュージックで、そして今日のこの赤コーナーのですね、神谷美織選手も、コスチュームが今日下ろしたて。ああそう、何もかも新しいという感じですね。はいはい、さあ
神谷美織、そして井上京子、吉田真理子、対するは三田悦子、下田美誠、そして伊藤薫であります。もう若い選手たちがたくさんリングの上に上がってて、大先輩のねクラッシュギャルズのお二人、もう名前と顔と一致しない若い選手だってだいぶいるんじゃないのかな。あれ、あの人は誰ですか。何より言ってるんですか。ちょっとには大丈夫なんだろう、うん、この試合は大丈夫、大丈夫、わかります。まだね、はい、やっとプロレスを見れて嬉しい。うん、そうでしょうね。もうとにかく2人はプロレスに飢えてるからせっかく会場に来たんでプロレスを見たかった、そういった意味ではこの6人タッグマッチ、特に若い選手がいます。大いに若い選手たちに対しまして先輩のねいろんなアドバイスも入れてもらいたいと思います。今対戦しているのがこれが吉田とそれから伊藤ですね。吉田伊藤両選手であります。そして今赤コーナータッチいたしました。この中強烈なキックが入っております。さあ神谷美織、なかなかね決まっている今日のファイティングスーツでやります。そして相手になっておりますのが下田美誠であります。下田が捕まっている、神谷に捕まっている、後ろにダブルアームスープレックス。さあ男性ファンの下田に対する今声援が飛んでおります。大田区体育館超満員であります。早い動きを見せております。さあ赤コーナーはまた誰にタッチでしょうか。入ってまいりましたのはどうやら井上のようであります。さあ井上入ってまいりました。井上京子、そして下田美誠、両選手の対戦であります。やはりこういった対戦になりますと下田美誠に対する男性ファンの声援なんていうのは三宅さん最近多いようですね。いや増えてきましたね、いや驚きました、だいぶ変わってますね1ヶ月で。やはりね最近の女子プロレスは今までの女性ファンと男性ファンとちょうど半々ぐらいになりましてね。そうですね、そういった意味ではねいろんな声援が飛んで会場面白くなってまいりました。本当男性ファンが多いですね、はい、三宅君、はい、今ちょっと三宅、阿部両方の、ね、名前を間違えちゃったんですけど、びっくりしました、僕も、三宅さんなんて呼ばれたことありませんので、ね、三宅君の場合は組んでね、阿部さんの時はさんだったそうですよね。それがちょっとね、会場のなんとも言えない熱気にね私の方もね、ついうっかり三宅さんと言っちゃいましてね。いや塩の大師匠からですね、いや三宅さんなんて言われたんで僕はすっかり恐縮してしまいました。阿部さんが気を使って答えてくれたので助かりましたけども、はいはい、改めてこの6人タッグマッチ何か情報はありますか。そうですね、とにかく62年組の三田下田がね、はい、どうしても今トヨタがね、今日はメインイベンターですよね。あ、そうそう、ですからちょっと今置かれてる感じがしないでもないですからね。なるほど、この2人の奮起を期待したい。そして一番若い伊藤ですね、はいはい、今出てますけれども、そうそう、非常に試合前緊張してましてね、この選手が新人を取った時のような勢いをね、見せてくれるかどうか、このあたりが、ね、見どころじゃないかと思いますけどね。なるほどね、今日は井上貴子に代わりまして急遽この6人タッグマッチに登場しております伊藤薫選手であります。さあ三田悦子登場してまいりました。カウントは2つであります。まあ長いよね、はい、この三田悦子選手、いろんな意味でね注目してると思うんですけども、久しぶりにこうしてリング上試合を見てどうですか。そうですね、まあそれなりの風格っていうんですか、うん、それは出てきたと思うんですけどね、もう一つやっぱり単発じゃなければもっといいですよね。あ、そう、技の流れっていうのをもうちょっとね、気にしたらもっと良くなるんじゃないかなと。あ、そうか、だからこれはチャンスな証拠だと思うんでね、うん、その技の組み立て方だけ考えればいいんじゃないかなと、そう思いますよ。あ、そう、うん、そして下田美誠であります。先ほどもご紹介いたしましたように最近はね男性の圧倒的な声援を受けて人気レスラーに成長しております下田美誠。アスカね、この下田美誠選手が何回か格闘技戦をやったりしてね、最近はなかなか根性を見せてるんですよ。そうです、もともと私たちがいた頃からね、気は強かったですからね。あ、そう、根性ありますよ。あ、可愛い顔をしてるんですけどもね、なかなか勝ち気なところがあるんだね。ありますね、そして今神谷美織であります。
独特のキャラクターを持っておりましてね、注目されております神谷美織。今日もなかなかね斬新な衣装で登場であります神谷、そして下田。今日の6人タッグマッチ、もう、うんちが、ええ、まだまだまだ芋ですよね。なんということを言ってるのような感じですよ。あ、そう、まだまだ今の伊藤は、ね、久しぶりにこうしてプロレスを見てるんですけども、後輩たちに対しましてはね、相変わらず愛情あふれる辛辣なね、今日は解説とこういう風にお伝えしておきましょう。アスカなんか特にですよ。何？もう愛情あふれてますから。そう、先ほど言ってましたよ、私だって女のファンだけじゃなくて男のファンも言っていましたよ。なるほど、一人だけ、はい、だけ。さあ神谷が上に行った、足を伸ばしました三田悦子であります。神谷が構成に転じております。おうおうおうおお、どうでしょうか。そう、キャッチという悲鳴を上げました三田悦子。あ、でもボール持っていかれてますね、危ないですから。ローグなんか、なるほどね。叩きつけて、さあタッチいたしました。赤コーナー登場してまいりましたのが井上ですかね。おっと、よく相手の動きを見ておりました。さあカウントはどうでしょうか。カウントは2であります。見た、おーっと後ろに落としました、バックリッパー。さあそして一番若い伊藤もよく参りました。どうでしょうか、また後ろに落としました。これは相当効いているようであります。さあ井上は上から行ってカウントは2であります。この井上、あの京子っていうのもね、アスカ、はいはい、最近注目されてるんですよ。そうですね、私昔よく顔が似てるって言われましたよ、うん、タイプが似てるかな。そうかもしれない、でも若いですよね、やっぱり力が、この人はちょっと期待できそうなんですね。これなんかはあの昔よくね、先輩たちがやっていた、ね、リコの技の一つですよ、はい、私はできなかったんですよ。あ、やられたことある。ダメなんですよ、手と手が短いんで、止まらないんですよ、ガッチンとロックできないんですよ。まあ、こうしてね先輩たちが残した技をね若い人たちが引き継いで、いよいよリング上エスカレートして面白い試合が展開されているわけであります。おーっと、カウントは2でした。これなんかあのジャガー横田の技ですね。もう1回、さあどうでしょうか。ああ、これはうまかった。さあカウントが入ってこれも2であります。第1試合に続きまして第2試合もレフリーは山田敏夫選手が務めております。復帰間近いと噂されております山田敏夫。ドロップキックから、これは綺麗に入りました。両足綺麗に捉えて入りました。そして下田、今度は下田とそれから井上京子の対戦になったようであります。青コーナーに叩きつけておいて、さあ今度はどうでしょうか。伊藤が出てまいりました。さあ両足をしっかりと固められて、おうおう、超ジャイアントスイングという形になってますかね。あれなんだろう、ね、足をちょっとこういう風に固めて、ね、すごい力ですよ、でも、ジャイアントスイングのような形でしたね。一応アスカに見せようというんでしょうけども、アスカがやっていたジャイアントスイングとはちょっと違います。そうですね、あ、足の固め方がね。さあ井上京子豪快に相手を投げ飛ばしました。そして神谷が行きました。井上が後ろ上から行った、上から抑え込みの体勢でありますが、これはカウント2であります。神谷ロープからアタックの感じになりました。さあ力を持っている井上、髪の毛を掴んで今伊藤を起こしました。ちょっと伊藤苦しい体勢であります。ここで今下田が出た、これはうまかった。2人ドロップキックであります。さあ今度は体勢が変わりました。三田悦子飛んでおります。両足を揃えて綺麗なキック、ミサイルキックであります。そして今度は神谷が行った、一回転襟固めの体勢でありますが、これはポジションが悪かったようであります。さあ神谷が一転、今度は三田悦子大きく変えられた攻撃投げの体勢で入りました。スピードがある、これは相当なスピードであります。おお、早かった。エッチャー怒ってますよ、久しぶり見ましたね、いい顔してますよ、ね、三田が今のあのスピードがあったでしょ、初めて見た、今のは良かった、良かった、100点あげよう、ね、
独立ゴールの2人ですけども今のは良かった、ベストパートナーを揃えているあの表情は、うん、三田悦子やりました、面白かった。さあもう1回ロープに振って今度は2人でいった下田三田であります。先輩2人がね今力を揃えております。さあどうか、おっとこれはうまいぞ、また1回転合体技、そして今度は伊藤が待っている、どうするんでしょうか、ビッグパンタック、これも綺麗に炸裂であります、綺麗に決まりました。さあそして今度は下田沼、上からフライングボディアタックでいった、これは決まったでしょう、鮮やか3人のコンビネーション綺麗に決まりました。うん、なかなかあの安倍さん良かったんじゃありませんか。そうですね、連携考えてますね、はい、この3人はね、そうそうそう、6人タッグマッチ3人がねコンビネーションを考えて、はい、うまく力を扱って一本を取りました。敗れて悔しそうな赤コーナーであります、勝利の音楽を聴きながらさっと控え室に引き上げてまいります青コーナー、三田そして下田伊藤香る鮮やかなコンビネーションを発揮いたしました。はい、息を切らして今勝利者チームが戻ってきました。はいどうぞ、お疲れ様でした。いやー最後はスピードがあっていい試合だと思いますよ。どうもありがとうございます。ねえ自分たちはどうですか今日の手応えは。リングとか滑っちゃったんでやりたいこととかあんまりできなくて、うんうん、ね、でも最後は全員が何かね一致団結してという感じだったです。作戦通り、作戦通り、伊藤選手もなかなか最後ヒップアタックが綺麗に決まったじゃないですか。どうですか。どうもありがとうございました。先輩の声を聞いてできたので、うん、三田選手も一生懸命引っ張ってました。でも下のことあんまり組んでも引っ張っていけないんでやっぱ引っ張っていこうというのはあったんですけど、まだまだ伊藤が自分からやってってくれたんですごい楽しちゃったっていうか、あ、まあ、作戦通り勝てた、はい、いいコンビネーションでした。あの三田選手の表情をねすごくあの長代選手褒めてましたよ。いい顔になってきた。どうもありがとうございます。どうもおめでとうございました。どうもありがとうございました。第3試合は8人タッグマッチ大乱戦大混戦が期待できます。まず赤コーナーの4人です。西脇、前田、高橋、そしてステルモルノ、この4選手でありますが、さあ西脇さん、はい、なかなか素晴らしい試合が期待できそうですよね。そうですね、なかなか8人タッグっていうのはないんで、うん、8人タッグの面白さをどんどん出して、うん、ちょっと一応この中ではリーダー格なので、うん、一生懸命引っ張っていきたいと思います、一応どころか全日本女子のリーダー格ですから、ね、頑張っていただきたいと思いますが、はい、はい、そしてハニーウィングスですが、はい、ね、今日はメキシコの選手も2人入ってるんで負けないように飛んだり跳ねたり4人力を合わせて頑張りたいと思います、はい、前田選手はどうですか。ルチャーは速いんでその速さについてきるように頑張ります、はい、そしてその本場、ステル・モレノ選手ですが、日本これが3回目そうです。日本好きですか。あ、すごい大好き日本、うん、今日はどんなレスリング見せてくれますか。メキシコのルチャーリブやります、うん、でこれから頑張りますプロレス、はいはいはい、今日は本当に、ね、派手な空中戦をぜひ楽しみしてますので頑張っていただきたいと思います、はいはい、さあそしてこの赤コーナーに対します青コーナーの4人です。いやちょっとすごいメンバーがね揃ってますが、獄門島のまずは山本選手、どんな試合になりますかね今日は。いやわかんないですけど、ずいぶん最近はファンからの声援も多いようですが、木村選手ね、そんなの関係ないんだよ。そうですね、そしてハイパーキャットラディアボリカ両選手ですが一言何かありますか。そうですか、あまり何も答えてくれないようです。じゃあ試合の方に頑張っていってください、はい、あんまりお話をしない方が良さそうな雰囲気になってますが、一体どんなこれ試合になるんでしょうか。とりあえず我々は派手な空中戦を期待したいと思いますが、獄門が入っているだけにどんな試合になるか分かりません。
はバイオネスアスカの前でどういった試合を見せてくれますか。レフリーが阿部志郎であります。まあ、あの長与千草バイオネスカを歓迎する意味でしょうか。今日は久しぶりに阿部志郎がねレフリーなんですよ。本当に久しぶりよ。本当ですか、うん、やっぱりブーイングもんですよ。彼は2人がいなくなってね、ずっとあのリングに姿を見せておりませんでした。今まで蓄えたんですよ自分の力を。未だに適当ですねチェックは。カウントはしっかり取ってくれるんですかね。いやいや相変わらずじゃないでしょうか。やはり今日はこの阿部志郎のレフリーぶりもね私たち大いに注目したいところであります。そして賑やかに8人タッグマッチが開始されております。なんといっても注目はメキシコからやってまいりました2人でありますが、特にあのモレノ選手っていうのは長与千草やったそうですね。メキシコで勝って。そうなんですよ。この子のねほらほらこの飛び技最高ですよ。もううまいうまい。ムーンサルトプレスなんか最高ですよ。あそうでも私はあの、うん、あの低めの人とペア、はい、早くも会場を分けにはいっております。なるほどなるほど。おっと今度は抱き止められました。さあ、ああ、お腹の上をどうでしょうか。はあ、見事な披露であります。やりますね。やりますやります。長与千草が片手を上げてこのネットに応えております。さあ、しかしよく動く。高橋信子なんか巻きそうな感じであります。さあ、どうでしょうか。さあ、さっきつけた、さっきつけた。うん、そして、はいはい。バイソン綺麗になりましたね。綺麗になったの。女子プロレスに恋でもしてるんですかねこれ。ああそうかそうか。綺麗だな。ご確認してるのももったいない。塩野さん、はいはい、木村が出たらバイソンコールですよ会場は。すごいねゴーゴーバイソン、うん、いやいや本当に、ね、とにかく最近女子プロレスのねお客様の反応が変わってきたことは確かであります。特にあの獄門と木村に対しまして熱い声援が飛んでおります。男性ファンから熱い声援が飛んでおります。大田区隊員か。さあバイソン木村登場であります。相手は西脇光子だ。さあ西脇光子、おっとこれはちょっと空振りに近かった。そして今バイソンから今度は選手は誰でしょうか。おっとはいだね上になってカウントが入る。しかしこれはカウント1であります。十分には取ってくれません。西脇光子下になって懸命の反撃を展開しております。グリズリーそしてバイソン木村この2人が今獄門等で男性ファンから熱い声援を受けております。今度赤コーナーから西脇コールも持ってますね。そうそうそう西脇コールもねこれはあの女性ファンでしょ。いやいやこんな男性ファン西脇に失礼です。あそうこちらもちゃんと男性ファンですよ。あそうか会場も2つに分かれるという感じですね。はい、さあその西脇ミットでやります。最初はあの威勢よくね戦ってたんですけどもちょっと動きが鈍くなってしまいました。西脇光子今日は西脇とライオンサースカね久しぶりに話はしたんですか。どんなこと言ってた。そうですねやっぱりいじめてました。いじめました。アドバイスがあった。アドバイスっていうか、うん、もうしっかりやれっていう。しっかりよね、トップですからね。なるほどねとにかくあの西脇光子選手はライオネス・アスカ選手に憧れてね、うん、女子プロレスに入ってまいりました。その西脇光子今ちょっと壁にぶち当たりましてね苦しい選手生活を送っております。今日は久々なんでねすごい楽しみにしてきたんですよ、うん、え試合見るのが久々なんでそうでしょう、楽しみにしてきたんですね。その西脇光子ちょっと先輩の前でいいところがありません。今あーっと放送席であります。放送席にやってまいりました。いや久しぶりの放送席乱闘であります。叩きつけております。叩きつけております。国民のレスラー正体不明であります。やーっと危ない危ない。もうねちょっと現役を退いて相当時間があります。あーっと阿部志郎が長与千草に対しまして手を出しました。放送席のお客様長与千草に対しまして手を出しました阿部志郎であります。場内騒然としております。場内騒然としております。場内乱闘阿部志郎に対しまして今度はお客様呆然とこれを消しかけております。さあ再びリング上であります。完全に痛がってるよ。あすいません塩野さん聞いてくださいよ、ね、はいはい助けもしないですよこのアスカは。アスカ逃げましたもん。アスカも逃げちゃダメだよ。逃げましたもん、ね、私はマイク持ちました。しかし長与千草も向かっていけなかったね。逃げちゃったね。怖いですねなんかね。2人いれば大丈夫ですよ。
現役を離れるとね、やはりそういった感じになるんでしょうか。おっと、ちょっと苦しくなっている前田香織選手であります。そして今覆面の選手と、お、今捕まえたのは誰でしょうか。バイソン木村か、そしてグリズリー岩本が、おー、トリカルロープからそのまま下に叩きつけております。これはいかにもラッファイト。カット高橋美が出てまいりまして、レフリー阿部志郎の背中を押しました。さあ今度はグリズリー岩本が登場しております。青コーナーであります。そしてバイソンが出るか、おっと覆面の選手が出てまいりました。この覆面の選手がハイバーキャットであります。ハイバーキャット、体は決して大きくありませんが、なかなかのテクニシャンのようであります。マスクをした選手、このマスクの選手もなかなか動く会議、メキシコからやってきた選手とも言われております。ハイバーキャット、さあちょっと前田が捕まっている。このままパイルドライバーに持っていくんでしょうか。ノーテンクイーンシが出るか、出ました。阿部志郎のカウントが入っておりますが、カウントは2であります。カウント早い。いや、千草ね、今の覆面をした体が決して多くないんですけどもね、すごいですね、2人が引退した後ね、突如リングにね出てきた選手なんですよ。あのバク宙できるというのはすごいですね、はい、やっぱり相当のテクニシャンですよね。はい、まあ、あの基本的にはあのパイルドライバーをスピンストーンでこなせるっていうのは、うん、はい、やっぱりそれなりのテクニック持ってるんですよね。そうでしょうね、うん、そして今度は DDT、 おお、これはうまかった。さあ前田香織ちょっと危なくなった、フラフラという感じでカウント、また高橋美香が出てまいりました。これは効果的でした。阿部志郎に対しまして効果的な一撃を加えました。さあ8人の選手が入り乱れております。大田区体育館リング場、選手たちは汗びっしょりだ。そして前田の反撃でカウントは遅い、カウントが遅かった。今のはうまかった、グリズリー岩本であります。そして高橋美香登場です。次々に選手が入り乱れておりますリング上、非常にテンポの速い試合になっております。さあ高橋美香十分に芝を作っております。男性ファンからおーっというブーメンが起こっております。大阪体育館、本当に最近は阿部さんね、男性ファンが増えてないんですね、やはりあのレスプロレス、また戦っている選手たちとしても男性ファンの厳しいメッセージがありますから、戦いの内容が違ってくるんじゃありませんか。そうですね、いい刺激になってるみたいですね。こういう技とかいろいろね、バリアント見てますから、はい、しかし相変わらずしない攻撃、西脇がやられました。脳天に一発。さあ高橋美香、また場外2センチが落ちました。残っているのはどうでしょうか。バイソン木村か、あーっとバイソン木村うまくかわしました。またも場外であります。あーっと、そしてさあ放送席の今日はねクラスギャップの2人が座ってますんで、盛んに場外戦であります、まあ、選手が挨拶に来て、そういった感じもあります。先輩お久しぶりでした、そんな気持ちを込めまして場外弾頭が繰り広げられております。大田区体育館であります。誰もリング上におりません。8人の選手が全部場外であります。さあ本部席の前でも場外戦、今西脇が上がりました。そしてこれを追っていきましたのが誰か、バイソン木村か、バイソン木村が西脇ロープに打った。さあどうか、おっと空手チョップであります。今朝がけチョップ、きれいに決まりました。さあそしてうんと西脇光子、逆に、おーっとパワーボム決まった。上から飛んだ高橋美香、前田香織、これは鮮やか、おーっと地雷攻撃は、あるいは同士打ちだったでしょうか。さあ西脇がいった、このままエビ固めの体勢でカウントは3つ入った。速攻鮮やか、西脇光子速攻の回転エビ固め見事に決まりました。アスカやったね。そうですね、最後の組み立てはもう良くなりましたね。良かったね、はい、長与千草も一生懸命、こちら西脇光子に対しまして拍手を送っております。嬉しいですよ、拍手喝采の大先輩2人。いや、これで私たちも出る枠もないですね。諦めたか。もうほとんど、もうないですよ。諦めた、よし、あそこまで組み立てられるともう本当嬉しいですよ。逆にね、本当にね。しかしね、クラシアル大先輩頑張る中、今は綺麗に西脇光子最後のキリッチを飾ってくれました。勝った瞬間にテーマ音楽が流れます。大田区体育館、そしてファンに
勝利の挨拶であります。それにいたしましてもメヒコからやってまいりましたモルノー選手、最後まで鮮やか会場を沸かしております。面白かった。この辺り のショーマンシップというんでしょうかね、この辺りがやはり嬉しいですね。そうですね、最後まで楽しませてくれて、なかなかエキサイティングないい試合を見せました赤コーナーの4選手です。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、最後は素晴らしい畳み掛けでしたね。この3人とか2人でもね、ルチャリブレについてこうついてこうと今日はすごい勝手ですよね、うん、そういう飛び技とかが私もそれに押されちゃって、あ、これしっかりやらなくちゃいけないなって気持ちに支えられました。私は今日この後の防衛戦も良かったけども、今日も非常によく動いたんじゃないですか。はい、もう疲れちゃってよく分からなかったんですけど、うん、疲れる。でもなんか満足感みたいなのあるでしょ。ありますね。全日本女子のリング実際に上がって試合をしてみてどうですか。いいね、みんなすごいけど頑張ります、うん、みんないつも、うん、これからでもすごく素晴らしいスピードを見せてくれました。だってさ、メキシコのルチャリブレだからね、うんうん、本当に本場のルチャリブレをちょっとね、うん、最高でした。どうもお疲れ様です。はい、すみません、どうもおめでとうございました。今日の大会の目玉の一つであります異種格闘技戦、まずは吉永恵理子選手を呼んでみたいと思います。さあ吉永選手、いよいよ異種格闘技戦の日が来ましたけれども、どうですか今の意気込み。別になんと思ってないです。練習でね、相手の体を見たと思います。135キロ、どんな印象を持ちました。単なるデブですね。自分ではどんな形でどんな試合になると思います。KO で倒します。そうですか、はい、我々期待してますんで頑張ってください、はい、さあ吉永恵理子選手どんな試合をしてくれるか非常に楽しみです。さあ全日本女子プロレスに殴り込みをかけてきましたトリス選手です。どうぞ。いよいよ異種格闘技戦当日は来ましたが、どんな気持ちですか。緊張してます。この試合のためにもう全てを捨てて来られたと聞いてますが、どういう意気込みで。勝ちます。相手の選手いろんなデータ集めたと思いますが、どんな印象ですか。まあ、蹴りを注意して、うん、それだけです。どういう結果になると予想されてますか。結果はやってみないと分かりませんけど、ともかく勝ちます、はい、期待してます、はいはい、じゃあ頑張ってください。熱火爆発のリング上、これからまた格闘技戦を迎えました。吉永恵理子選手対トリス明美選手の一戦であります。異種格闘技戦3分6ラウンド制となっております。今いきなり安倍さんね、
吉永選手がバットのグリップの部分をバッと取りましたしね。そうですね、すごいですね。あれはやはり今考えてますと新人オーディションの時にね、あのパフォーマンスがあって一挙にこれはすごい選手ということで合格したんでしたよね。そうですね。それであだ名もバットですからね、はい、そして今にらみ合っておりますが、この2人は、まあ、いろんな因縁があるようであります。鳥栖明美選手は135キロと言われています。後楽園にやってまいりまして、とにかく吉永恵理子選手に挑戦するんだと自ら名乗って挑戦権を得ております。さあ鳥栖明美選手と吉永恵理子選手の一戦を迎えました。今日の大田区体育館であります。なんといっても2倍近い相手は体重であります。吉永、果たしてこの巨漢をどういった技でどういったやり方で倒すんでしょうか。ちょっとフラフラしております。脳天にパンチ、おっと顔面に入ったかどうか。ローキック、ローキックの連発、そしてパンチ入った、相手は倒れた、トリス・アケミ倒れました。早くも最初のダンプを奪いました。さあ、あっけない結末になるんでしょうか。トリス・アケミ顔面を真っ赤にして怒っている、目が離せなくなった、またパンチが入った。さあトリス、どうでしょうか。まあ、こういった格闘技戦の場合は体重が重い方がはるかに有利なんですけども、また顔面にパンチはありました。どうやらパンチ攻撃か、相当の破壊力を阿部さん発揮しているようですね。そうですね、パッチとはちょっと違いますね、はい、とにかくテクニックが違います。しかし体重では2倍近い体重でありますトリス、またもダウンか。まあ、これあのボクシングだったらね、もう完全にノックアウトというケースなんですけども、まあ、これはとりあえずあの続けるんでしょう。これはもうフリーノックダウンですね。そうなんですね、はい、とにかくこの体重を生かす間もなくですね、吉永選手の顔面攻撃、そしてローキック綺麗に決まっております。さあこれはダメだ、これはダメだ、もんどり打ってリング上、あーうつ伏せになりました。ノックアウトだ、ノックアウト、矢沢レフェリーノックアウトを選しました。あっけなかった。クラッシュギャルズの2人に何か聞こうと思ったんですけども、全くね質問する暇もない。そうですね、いやでもね、あのよくね私たちも思うんですけど、はい、あの相撲でこれ式選手と若いあのウェイトの低い人でやりましたけど、はいはい、どうしても前に出なきゃいけないんですよね。そうすると体とね上半身と下半身がついていかないんですよ。だから蹴るタイミングっていうのがどうしてもずれてしまうんですよね、はいはい、だから彼女の場合はその辺でやっぱウェイト調整してないから、かわいそうだなっていうのもありますね。ハンディないものね、これがね。アスカどう？そうですね、やっぱりあの体重調整っていうのもすごく大事じゃないですかね。やってなかったんだね、塩野さん、はいはい、あの彼女アマチュアですよね、うん、アマチュアの選手がプロの世界に飛び込んできた、はい、ということはですね、アマチュアのこの道場にはですね、まあ、結局規定違反ということでですね、はい、いわゆる辞表といいますか、うん、そのノウハウからはもう関係ないものだと、はい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 、そういう身分であるということにして出てきてるわけですよ、うんうん、はい、ですからもう彼女には帰るところがないわけです。今それだけの今泣いてね、はい、もう一回やらせろと、ね、チャンスを与えろと矢沢に言ってますね。彼女にとってはね、これやっと掴んだチャンスで、そうなんだろうね、そしてこれが最初で最後のチャンスなんですよ、はい、しかし逆にね、やはりプロのね根性というかね、テクニックというか今改めて知ってるんじゃないのかな。そうですね、やっぱり吉永の動きが速かったし、そしてあのそのパンチっていうのが思いのほか強かった、はい、で何が何だかわからないし、とにかくあの堀内選手がこんな大きな大会で、はい、こんな雰囲気の中で試合をすることはおそらく初めてじゃないかと思うんですけども、その中で何か自分のね力を出す前に終わってしまったっていう、 そういう気持ちなんじゃないでしょうかね。おそらく悔しさでね、今臨場号泣してますよ。そうですね、こんな形で終わってしまうんじゃというね気持ちでしょうね。もう一回ね、僕矢沢にねチャンスを与えてくれ、やらせてくれと、こういう風に言ってるんですけども、これはもう一旦ねノックアウトが宣せられました。そしてまたこれ以上やると阿部さんちょっと危ないんじゃないのかな。そうですね、うん、4度ですからね、はい、ダウンが135キロ、巨体の鳥栖明美選手、どうしても吉永恵理子選手に挑戦するんだと後楽園で挑戦状を突きつけてこの日を待ちました。しかし1ラウンドあっけないノックアウト勝ち、吉永恵理子選手であります。この人はしかしあのこういった格闘技戦やらせたら強いですね。強すぎますね。ねえ、この格闘技戦の強さをですね、一つこれからレスリングで生かしてもらいたい。その通りですね、これをベースにね、いいレスリングをしてほしいと。そうでしょうね。いや
この人のキックはやはり本物だと対戦した選手はみんな言っておりますが、あっという間、まあ、一番怖かったトリス・アケミ選手をあっという間1分ほとんど一方的にノックアウトで下しました。あっけない結果に終わっております。石垣闘技戦見事に勝利を収めました吉永恵理子選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。あっけなかったですね。単なるデブですからね。まあ最初にもそういうふうに言ってましたけれども、はい、まあ実際にグラブを交えてみて全然その恐怖心ってなかったですか。ないです。全然、一番最初相手をグラスかせたパンチって何ですか。アッパーじゃないかと思うんですけど、これで石垣闘技戦3連勝ですけどもね、これからの目標ってのを聞かせてください。絶対に負けないぐらい、誰にも負けないような格闘技者になりたいです。そしてこれをぜひプロレスにも、ね、生かしてね、はいはい、これからも大暴れしてください、はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。続いて60分一本勝負タッグマッチ、まずはマリンウルフを呼びたいと思います。 3WA のベルトを守っても3回防衛しているというね、はい、もう自分たちのベルトって感じでしょ。はい、もう誰にも取られないし絶対渡しません。はい、何か貫禄もついてきたという、ね、感じもしますけどもね、はい、体が一回りまた大きくなりました。はい、今日はどんな試合を見せてくれますか。そうですね、自分たちも一回り大きくなったと思うんですけど、堀田は体が大きいし、ノイさんはやっぱりテクニックがすごいんで、でも自分たちの方が上だと思うんで頑張ります。そうですか。こっちのペースで試合を運びたいと思います。チャンピオンチームらしい、ね、試合を期待してますんで頑張ってください。はい、さあこの赤コーナーに対します、青コーナーご紹介しましょう。堀田由美子選手とそして立野範夫選手です。さあライバルマリンとの一戦になりますがね。はい、今日は西脇じゃなく立野選手と組むんですけど、自分なりに蹴りでバンバン攻めたいと思います。もう随分相手はチャンピオンベルトを持って離してくれないですね。はい、でも今日は頑張ります。はい、さあそしてこのファイアージェッツマリンウルフの戦いの中に立野範夫選手が割って入ってくる。やっぱりいいところ見せなきゃいけませんね。頑張ります。やっぱりいつまでもマリンウルフに頂点の座を明け渡しておくわけにいかないでしょ。もう自分はでももうタッグは卒業してシングルなんで、でもねタッグも得意としてるから、あまり堀田さんとはペア組んだ時ないんだけど、どうにかなるでしょう。最年長の意地をちょっと見せてもらいと思います。頑張ってください。いい試合期待してます。アナウンサーの熱気あふれる選手紹介が終わりまして、いよいよリング上大いに盛り上がっております。
まさに真夏のプロレスリング。さあこれからタッグマッチ60分1本勝負が争われます。あった、ラリアートは空振りに終わりました。後ろからキック攻撃は南鈴鹿であります。そして今北斗と、あった、これはどうだったんでしょうか。お互いにレギュラーに持っていきました大技。しかしこれもカズとは組んであります。まずお客様にアピールしております。赤コーナー青コーナー、さすがに百戦錬磨といった感じであります。じっくりと一つこの4人のレスリングを楽しんでいただきたいと思います。今日の大田区体育館、南今北斗にタッチいたしました。さあ北斗晶、そして堀田由美子、オーソドックスな回戦スタイルです。そして今ロープに振りまして北斗が行った、綺麗なところ、素晴らしいキックであります。そして今度は後ろにするモア、カウントはワンであります。堀田とそして北斗晶両選手の対戦となっております。まずあの長代千草選手にね、はい、この堀田由美子について聞きたいと思ったんですけど、今タッチしましたかね、そして、まあ、縦の、はい、印象的に言えば、うん、どこから切っても元気印の金太郎じゃないですか、彼女の場合は。あ、ただね、まあ、キックにはね勢いはないんですけどね、はいはい、とてもあのローキックなんか効きますからね、うん、ヘビーですから、うん、うまくねそれを活かせれば、まあ、キックを使うのにしてみればこの子はやっぱりあの、まあ、第一印象じゃないですか、今のところは。あ、そうか。だからうまくね、うん、じゃあちょっとウエイト増えましたでしょ。そうでしょうね、はいはい、まあ、ヘビ級並みの体してますんでね、うん、はい、ここから出すキックっていうのをもう一回見たいですね。わがままな膝小僧ですよ、なるほど、女子プロバンド、うん、今はねちょっとあのロープからエルボー攻撃を見せました堀田由美子であります。対戦しておりますのが北斗晶。さあこれからどう持っていこうとするんでしょうか。ステップオーバーして、うん、ボストンクラブの体勢であります。これは効いている。北斗晶悲鳴を上げております。体重があります。がっちりと落ちて、さあ完全にボストンクラブ決まった体勢でありますが、どうでしょう。なんとかブリッジで逃れようというところ。しかしまた気合いもろとも、また決めにかかっております。堀田、さあどうか。この辺りは非常にばっこい感じ。北斗晶カウントが2つ入りました。さあ南が立てまいりました。今度は南の攻撃か、踏み込んでいったキック攻撃であります。そして後ろに落としました。さあこれでどうでしょうか。カウントは2であります。南と堀田由美子の対戦となっておりますリング上。篠野さん、はいはい、南鈴鹿がね、試合前のインタビューで、はい、少し体が大きくなったんですよみたいなことを言ってましてね。あ、そうですか。こうやって見てましてもね、随分なんか立派な、ね、体つきになってきたなという感じはしてますけどもね。なるほど。ぜひクラシックラスの2人にね、一回り体だけじゃなくて中身も大きくなったマリンを見てほしいと、うん、そういうふうに言ってましたので、今日はねやはりクラッシュの2人が放送席に座っているのを選手はみんな意識して戦ってるみたいね。いや、もう十二分に意識してますね、うん、そうでしょうね、今日は満員のお客様に自分たちのレスリングを見せると同じような比重でやはりライオネス・アスカ、そして長代千草両先輩に私たちのレスリングを見てもらいたい、そういった気持ちでしょう。意識過剰になるとなかなか自分たちの思っているレスリングができないもんなんですけども、さあ両先輩どういう風に見ているでしょうか。宇野については、あ、宇野という今言い方しちゃまずいんだな、北斗晶という名前変わってますからね、ライオネス・アスカどうですか。そうですね、前にジャパングランプリの時に、うん、なんか足を怪我したって聞いたんですけど、はい、まあ、やっぱ若いから回復が早いですよ ね。で、まあ、以前と変わらず、まあ、それ以上に動きが速くなったんで、はいはい、と思います。それから闘志を、ね、表面に出して、それが、まあ、この人のスピーディーな動きにつながってるんでしょうね。そうですね、やっぱり基本はやっぱり精神的なもんじゃないですかね。ね、
やる気を出すというか表に見せるという意味じゃやはりこの北斗晶は大したもんなんでしょ。そうですね、そうですよ、鶴さん、そうです。そして今度は舘野の登場であります。先ほどちょっとご紹介いたしました長代ね、はい、もうあの2000回突破記念が後楽園ホールであるそうですよ。いぶし銀ですよ、2000試合。もうこの人はですね、ひょっとしたらですね、アントニー・ユキとジャイアント馬場を抜くほどのカリスマ性を持ってるんですよ、十分。なるほど。にしてみればだって、うん、そうですね、言ってみれば3つの時代を制覇してるんですよね、うん、だからクラッシュの前の成長した時代とクラッシュの時代と、はいはい、そして今の時代と、やはりこれだけの時代をね、またぐ人っていうのはなかなかいないですよ、ね、その中での、その3つの流れのレスリングっていうのを把握してますでしょ、はいはい、イブシゲンですよ、イブシゲン最高のレスリングやると思いますよ、うん、私は本当に。でもやっぱりこう何試合か見てきましたけど、縦の選手出てきてやっぱり自分たちの流れの時のレスリングっていうのが多少垣間見れるんでね、ほっとするというか、飛びますもんまだ、最高ですよ、やっぱ最高ですよ、ね、華やかなレスリングっていうのはね本当にファンを魅了いたしました。髪を振り乱して素晴らしい動きを披露しております。縦の乗りを選手であります。まあ、いつまでもいつまでも本当に頑張ってもらいたい選手の一人であります。その縦野が今ホッタエンドにタッチ。さあホッタであります、手を輝かせまして相手にぶつかっていきます。ホッタエミコ、この辺りのラリアート攻撃は一段と凄みを増してまいりました。カウント2であります。さあ今度はダブルアームスープレックス、後ろに落としましてまた抑え込みの体勢でありますが、これもカウント2。なんか縦野典夫選手ってあの村田兆治みたいになってほしいと思いませんか。ああ思う思う、ロッテ の,、ロッテの、うん、そういう感じするんですよ。そうそう、彼も、2000試合ですっけ、はい、2000試合の関東の投手ですっけ、なんですっけ、すごいなんか村田さんが記録持ったじゃないですか。うん、持ってるよ、迷宮界の。それと同時にやはり、はい、これは名レスリング界の記録保持者になってほしいなと思います、はいはい、本当ですね、それはあります。さあ足を固めて後ろに落としまして、これはどうでしょうか塩野さん、はい、もうね縦野選手腰が痛かったり、うん、そうそう体の方もね、大変なんですけどもね、はい、本人にもう周りがどんどんやめていってね、寂しいんじゃないですか、そろそろ縦野選手も引退考えたりするんですかなんて話をしたんですけどもね、うんうんうん、全然考えてませんと若いねもうね、もう体続く限りね、いつまでも私はプロレスが好きだからやりますということを言ってましたよね。そのあたりはね、ロッテオリオンズの村田兆治選手と本当に気持ちの上ではね、同じなんでしょう。今クラッシュギャルズからも提案がありましたけども、本当にプロレスに、女子プロレスに迷宮会みたいなのができたら真っ先にねクラッシュギャルズの後入ってもらいたい選手の一人であります。そうですね。さあなかなかしかし面白い試合が展開されております。タッグマッチ、やはり阿部さん、役者が揃ったタッグマッチという感じがしますね。そうですね、徐々にやっぱり技も高度になってスピードも出てきますからね。そうそう、はい、しかも重量感もありますしね、はい、迫力十分であります。バックブリーカーに持っていきました南鈴鹿、そして今トップロープに上がって待ち構えておりますのが北斗晶。あ、二人攻撃ですか。あ、これはちょっとね、空振りであります。さあ思うようにいきません、縦野が飛んだ。しかしこれも誤爆であります。同士打ちになってしまいました。この間にカウントを入れましたが2であります。北斗晶ロープに振るか、体勢一転いたしました。今度は北斗チャンスだ。おっと後ろから円陣に蹴りを入れました。さあ今度は縦の出てまいりました。政権を狂わしておいて、さあ今度は2人攻撃になったコーナーであります。どうか、おお縦の逆襲に出てきました。見せ場を作っております。縦のさあ叩きつけておいてタッチした。さあおーっと飛んだんですけども、うまくかわされました。この辺りは北斗油断がありません。今度はどうか、強烈ミサイルキックが飛んでおります南鈴鹿。さあ今度は北斗向こう側のニュートラルコーナーから、これまた綺麗にミサイルキック炸裂して、カウントは3つ入った。北斗晶必殺のミサイルキック、綺麗に決まりました。ちょっとブローアップ目立ちますね。どうですか、息切れがちょっと目立ちましたね。どうしたんでしょうね、グッドコンディションじゃないと思いますよ、はい、あーそうかそうか、この辺は阿部さん確かに鋭いしていくかもわかりませんね。そうですね、ホッター特にちょっと途中で技の切れがなくなりましたね。あ、なるほど、この分マリンの方がまだタフだったとかね、なるほどね、感じなかった感じですね、うん、はい、
ということで、今回からは勝利を収めた瞬間にですね、そのコーナーのテーマソングが流れることになっております。ちょっと動くかに向かった縦野典雄、そして堀田由美子、いかにも敗れて悔しそうに満員のファンに挨拶をいたしまして、今リングを降りるところであります。今日はクラッシュの前でやや不本意な一戦でした。解消しましたマリンウルフの2人がこちらに戻ってきました。もうね疲れ切って、北斗選手大丈夫か、膝ダメなんですよもう、うん、けどねダメでもやっていかなきゃいけないし、うん、いやでも今日は実力者4人が集まってなかなかスピーディーな試合だったと思いますけども、自分ではどうでした今日は。縦の乗りを甘く見すぎました、うん、ここのところ当たってなかったんで、あの人のこと本当甘く見すぎてるんじゃないかなっていうか、うん、もう心底の根性っていうかそういうの持ってるから、うんうん、やっぱりまだまだ先輩は強い、一つの壁ですねまた、うん、そうですか。南選手はどういうふうに感じました今日は。そうですね、結構体がある4人だったんでパーで押してくると思ったんで、こっちはスピードで行こうと思ったんですけど、やっぱり暑いせいかちょっとスピードもなくなっちゃって、うん、練習には行ってたんですけどまだまだだなっていうのが、マリナスはだなってね、はい、そうですか。ちょっとお二人はね自己反省があるようですけども、しかし素晴らしい試合でした。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。さあいよいよ時間無制限一本勝負格闘技ストリートマッチ、まずはメドゥーサ選手です。はい、メドゥーサ、 How do you be done to How will I knock out? How will I cross and kill Octagon only by a KO? That's the only way to do it. I'm American. American is strongAmerican, and I'm number one, and she's gonna go down, and she's gonna go down hard. You okay. got it. Okay. Bring okay. 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 I see. Yeah. 大変な興奮状態ですが、もう早くもアジャコング選手来てます。アジャ選手どうですか、このメドゥーサ選手の。You and I gotta score this battle. 日本だ、日本語で喋るかな野郎。You mean へそってやるかな。Not the fucking ego. 今のうちアメリカ帰れば。まだ試合は始まってない。まだ試合は始まってない。まだまだまだ。ダメだ。もう試合前から大変な状況ですが、ちょっと我々の想像を超えた凄まじい戦いになりそうです。
いろんな意味で注目を集めておりますアジャコングであります。しかし今日はまたいつもとは違います。もちろんメドーサも違います。まあ、こういった意味で今日は阿部さん、とにかくあの注目したいですね。そうですね、まあ、前回 の壮絶な引き分けありますんでね、はいはい、どんな今度は決着がつくかということでね。そうでしょう、リング上早くも睨み合っております。闘志が火花を散らしております。メドゥーサとそしてアジャコンであります。この試合なんですけども無制限ですね、時間無制限、一本勝負、格闘技ストリートマッチと銘打たれておりますが、ストリートマッチっていうのはどういうふうに取ったらいいんですか、阿部さん。そうですね、要するに街で喧嘩するという感じですね、街の中の道で喧嘩する、そのストリートファイトですね。なるほど。ですから両者の普段の格好というかですね、こんな格好で出てるんです。いわゆる喧嘩マッチ。そうですね、喧嘩試合、こういうふうに見ていいわけですね、したがって2人のね、やはりあの服装もそうですもんね、メドゥーサにいたしましても、あるいはアジャコングにいたしましても、とにかくこれから喧嘩をするんだと、そういった気持ちでリングに上がってまいりました。時間無制限、一本勝負の試合が始まっております。華やかな選手の入場とは対照的に試合が開始されまして、超満員のオタク体育館、シーンと静まり返るような状態であります。アスカ、はい、アジャコングのお母さんがね、残念ながら亡くなっちゃってね、アジャコングにとっては今日はお母さんのためにも、ね、本当にいい試合をしなくちゃいけないね。そうですね、天国にいるお母さんに、ね、見せてあげたいですね、はい、そうだろうね。チグさんを先輩として、アジャコングのね、あの今日の気持ちっていうのは痛いように分かるんじゃないのかな。そうですね、でもあのこの選手見てるととてもハングリーさを感じるんですよね、うんうん、あのよく、まあ、ストリートファイトを出して今やってるんですけど、はい、よくあのブロンクスあたりで、うん、あの本当にこうハングリーな人たちが一生懸命自分を磨くためにボクシングに打ち込んでるような風景をボンとこうね、こう、うん、映してしまうようなところがあるんですよ、この選手、はいはい、やっぱり随分と根性を座ってハングリーになりましたから ね大丈夫じゃないかなと思いますけど、まあしかしね、この人ほどあの名前を変えるたびに変身した、ね、選手もいなかったんですけども、今日はまた一段とね、そういった意味では変身しております。しかもあのナンバーワンというソリを入れて登場であります。これあの獄門島のナンバーワンになるんだと無言の宣言をしているんじゃありませんか。そうですね、まあ、スタイルが全然違うみたいですからね、またね、その人と、はい、でもまあいいあの、ね、教育をブルー受けてるんじゃないですか、あのハングリーさの面とか、そうでしょう、あと、まあ、ヒールに徹する部分とか、はい、さあ、片谷メドゥーサに対する男性ファンの声援も飛んでおります。大竹体育館、ストリートマッチと銘打たれました。時間無制限、日本勝負、しかも今日決着をつける日、片谷メドゥーサ、ここまで日本のリングで戦ってまいりました、その集大成を今日はファンに披露しようというメドゥーサに対しまして、お母さんのために、亡くなったお母さんのために鎮魂の一戦をという宍戸エリカ改めまして、今や獄門島の大きな存在に成長してまいりました、アジャコングの一戦であります。しかし今日のメドゥーサはちょっとあのいつもとはまた違います ね、うん、一つ目でやっぱり迫ってます ね、 本当にね、そうですよ ね、 はい、この件はあの、三宅アナウンサー、はい、ね、どうですか、試合前のインタビューからですね、もう両者大変なエキサイトぶりでしたね、はい、特にやっぱり仕掛けたのはメドゥーサの方でしたね。あ、そう、やっぱり前回の試合のこともあるんでしょうし、まあ、決着がつかなかったこともあるんでしょうけどもね、はい、うんうん、まあ、前回の試合からもずっとそれがつながっているといった感じですね、はい、でアジャコングの方もですね、あの前回はメドゥーサのパンチを随分受けてましたけれども、それは打たせたんだと、うん、まあ、周りが何かメドゥーサのパンチがいいとかキックがいいとかあんまり言うもんで、うん、実際どんなもんなのかということで1ラウンド2ラウンドは打たせてみたんだと、でしたら大したことはなかったと、うん、で今回はそういうわけにいかない、今回はですね、塩野さん、持っているグラブがね、オンスが違うんですよ。前回は10オンス、で今回は6オンスなんです。これは大変だ、ね、4オンスの差がありますから、相当なまたパンチの威力には前回とはね差があると思いますね、うん、なるほど、ですけどね、アジャはね、うん、今日は倒れるわけにはいかないと、うんうん、でだって放送席にお母さんの写真があるんだから、で倒れるわけにはいかないでしょうというふうに言ってますね、今あの獄門島の面々がね、アジャを担いでリングサイドを一周して放送席にね、この写真を置いてくださいと私の許可を取ってね、私のすぐ横に置いております。お母さんが見守る中、今日の一戦であります。
しかしあのメドーサのさっきのあの膝蹴りですか、相当効いてたんじゃありませんか。そうですね、ガードはしてたんですけどね、だいぶあのショックあったみたいですね。ねえ、今日はあのアジャコングちょっとあの、軽くですけども鼻血を出しておりました。そういった意味でもメドーサのね先ほどの膝蹴り相当効いているようであります。しかもあのグローブも8音録音したそうでありまして、これはやはり相当にやはり、衝撃があるでしょう。そうですね、両者それを分かってるんで慎重ですね、はい、前回と比べると立ち上がりから。さあ果たしてどういった決着になるんでしょうか。まさにストリートマッチ喧嘩試合が始まっております。大田区体育館のリング上、お母さんが守っている。今のはパンチですか、裏剣ですね、前の、結構使いましたね。なるほどなるほど、はい、さあメドーサ倒れました。今度はアジャ空振りであります。アジャコング、この格闘技戦のためにちょっと体を絞って現在85キロだそうであります。しかし依然として狂気とも思われる体重を持っております。アジャコング、さあメドーサがいった、おっと射出を脱ぎ捨ててどうしようというのか。まさにストリートマッチになりました。おっと自分のシャツをアジャコングの首に巻いて首投げの体勢に持っていきます。この辺りはさすがに計算し尽くされました。ストリートマッチを展開しております。なかなかうまいことをやります。ちぐさはこのメドーサっていう選手はどうだったっけ、対戦したことはありますね、ありますよね、ラスベガスで初めて対戦しまして、ね、それから、まあ、私も、ね、はい、頭に来ましてストリートファイトをやったんですけどね、はい、まあ、彼女もあの根性っていうのは確かにやりますので格闘、はいはい、技者としては、まあ、満点です ね、 そうだよね。ただまだあのレスリング的に日本のレスリングに順応するところがないんで、はいはい、まだね、うん、まあ、うまく、ね、それをコツをつかめばいいんじゃないかなと思うんですけ ど、 どでもタフですからね、アジャ選手が。だからちょっとやそっとね、あの蹴飛ばしてもどついてもまだまだっていうところありますね、はい。まあ、とりあえずあの最初日本に来た時から、はい、まあ、あのあ日本のレスリングに慣れていないせいもあってね、ちょっとあのメドーサのレスリングはどうかという声が起こった時に、ちぐさは確かこのメドーサはいやなかなかあの大したもんなんだと、うん、ちょっとスタイルが違うだけなんだと、馴染んでくればいい試合をするだろうと言ってましたよね、この人の闘志は大したもんだ。アスカね、今なんかだってもう本当に、こういった喧嘩試合には強いんじゃないですか。そうですね、髪を振り乱しましてナンバーワンと飛び降りました、はい、これ下手すると決まりますよ、これ、うん、このアキレス腱固めはね相当効いてますよ、これ相当効いてる、こちらから表情がよく見えるんですけどね。あ、なるほど、あのブーツだと、うん、シューズより薄いんですよね、どうしてもね。なるほどなるほど、あの防御するところでかかとっていうのは絶対に、はい、あの守られてないんで。あ、そうかそうか、危ないですよね、あんまり長くいくと危ないね、うん、危ないですね。さあ早くもピンチを迎えておりますメドゥーサ。どうでしょうか、がっちりと足を取りました。馬乗りになって形相を変えて締め付けております。あー、ちょっと苦しそうな表情になったメドゥーサ。ここは我慢のしどころであります。時間無制限喧嘩マッチであります。ストリートマッチが展開されております大田区体育館。早くも両選手遊び一緒に、今日はおそらく館内の気温は30度を超えているでしょう。まさに熱火であります、熱火爆発の一戦。なんとかアキレス腱固めをかわしました。しかしじりっと押してまいりますアジャコング。まあ、この人の場合はいつもあのひょうきんなキャラクターでね、相当男性ファンの今人気を集めているようなんですけども、今日はちょっと表情が違いますね、ひょうきんさがなくなってますね。とにかく亡くなったお母さんのためにこの一戦だけはどうしても勝つんだと家に誓っております。まさに鎮魂の一戦になりました。アジャコングであります。しかし相手のメドーサも負けておりません。とにかくたった一人日本のリングで1年間以上頑張り続けました。大した根性の持ち主。シューズを脱いでね、そのシューズを手にいたしまして殴りかけております。アジャコング、さあ今度はメドーサの反撃でやります。おアキレス腱固めのお返しに入りました。
ここまでの展開ですけども阿部さんいかがですか。そうですね、さっきのやっぱりアジア の, あのアキレス腱が相当効いてますね、うんうん、前回と違って今回はちょっと寝技のですね。そうそうね、前回はね、どちらかというと、まあ、あのアジア昆布のラフファイトというんでしょうか、引き分けにはなってるんですけども、メドウサカリカリという場面が随分ありましたもんね、まあ、あの派手なパンチやキックが出ない代わりにですね、はい、お互いにこう勝利勝ちたいというですね、うん、そういう執念がこうなんか伝わってくる今までの展開ですね、はい、執念のこもったグランドセント、そういったところなんでしょうか。ちょっと形勢が危なくなったメドウサに対しまして、男性ファンの大きなメドウサコールも起こるという大田区体育館であります。塩野さん、はいはい、今のね裏アキレスがねまた今度は相当アジャの方に効いてますね今度はね、アジャコングがね場外に転落いたしまして、ちょっと放送席からは見えません。ちょうどあの宮くんの前ですね、ちょうどあの周りにね、うん、獄門島の若手がずっと集まりましてね、はいはい、水を差し入れるはね、うんうん、もう大変ですけどね、あ今来ましたねメドウサがね、おーメドウサが来たか、はい、あもうそんな許しませんね、追っかけてまさにストリートマッチを展開しております。今日のメドウサとアジャコングであります。メドウサという選手をライオネスアスカさんはどういう風に見てますか。そうですね、私はあの横浜アリーナで初めて当たって、あそうか、でその後この太田でやってるんですよ、でもやっぱり日本のスタイルには近くないですけど、でもやっぱりやる気だけはすごいです ね、彼女とやるときは、ね、火花バチバチでやりました。お火花バチバチで、でも実際リング降りるとね、うん、あの塗装の優しい女の子ですけど ね、やっぱりこの異国の地でね、はい、このプロレスラーとしてトップになるんだっていう気持ちはやっぱり日本の若い選手にも見習ってほしいなっていうところがありますね、はい、まあ、負けて落ち落ち故国に帰るようかなんてよく言いますけども、この人の場合はね日本一になってアメリカに帰りたいと、そうですね、そういった執念を持って毎日毎日日本で戦っているメドウサであります。そして大きく成長いたしましたアジャコングとの格闘技戦、対して喧嘩マッチ、これはどちらかというとアジャコングがメドウサのペースにはまっているというのが見た方がいいんですか、それともアジャコングが今日は戦法を変えたと、そういうことなんでしょうか、アジャがそのグラウンドで最初に誘いましたからね、はいはい、じゃあやはり戦法を変えたと見るべきなんですね、放送席、あーっと軽々と放送席に叩きつけられました。さあ、あっと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 、放送席の突入を持ちましてアジャコング、そしてメドウサの場外ランプであります。ちょうど長与千さんの横、ライオネスアスカ、ライオネスアスカが完全に下になっております。あー、押さえつけられておりますライオネスアスカ、あーっと椅子がかかりました、椅子を持ちましたアジャコング、メドウサが放送席に押し付けられました。ちょっと今の場外乱闘はアジャコングの闘志が勝っていた、そんな感じがいたしました。長与千草とライオネスアスカがもうあのレスリー現役じゃないんですけどもね、レスリングはやはりあのどうしてもそう思うんでしょうか。今日はいつもに増して場外乱闘、放送席への吸収が多くなっております。大丈夫か、ね、え参っちゃうよね、もう現役じゃないんだから。さあメドウサ汗びっしょり、今ゆっくりとリングの中に上がってまいりました。アジャが追っていく、おーっとパンチを出しました、ショートフックという感じであります、顔面にショートフック、そして今度はキックを出した。さあ胸元のキック、おーっと1点いたしまして場外に逃れました、場外に逃れましたメドウサ。今の場外戦あたりから阿部さん、ちょっとあのアジャコングのペースになりかけてますですね。そうですね、完全にこうラフファイトでね自分の流れを作ってますね、はい、今ね。ここはメドウサにとってもちょっと苦しいところ、おーっと完全に今太ももを挟まれてしまいました、ロープに太ももを挟まれてしまいました、メドウサであります。やや押されております、やや通しても押されております。さあアジャがロープに振りました、どういくんでしょうか、と回し蹴りを見せました。依然としてメドウサの闘志は健在であります。さあ今度はどうか、体当たりを食らわせましたアジャコング、体重85キロから90キロ、
やや減量しているとはいえまだ体重は今日来てあります。そして今度は一発顔面に回し打ちみたいなパンチが入ってしまいました。さあダウンを喫しました。ボブ矢沢カウントを入れております。4であります。5、6が入りました。さあ7で立ち上がりました。アジャコングが行く。髪の毛を掴んだ。今度はどうしようというんでしょうか。パイロドライバーに行くか。おーっとこのままパイロドライバー、いやー今のも強烈であります。反動をつけてパイロドライバー、今のは相当に効いてますね。またダウンであります。さあまたカウントが続けられておりますが今のは大丈夫でしょうか。相当苦しそうですね。首に、そう首に来てますね。ジングさん、ちょっとこれはピンチだね。そうですね、首に負担くるとブリッジも何もできないですからね。そうだから、パンチを必然的に打たれると首に来ますからね。これ一番大事なところなんで。ヘッドパッド攻撃っていうのはこれは理にかなったね。そうですね、そして今度はパンチ。首やるとやっぱり体全身言うこと聞かなくなりますからね。そうか、大ピンチ。メドウサ早くも大ピンチであります。さあずーんとカウントが入っております。まだ相当効いてますね。さっきのパイロドライバー今度はパンチが入りました。一発右、しかし笑っているアジャコング。完全に不適さを取り戻しましたが今度はメドウサのパンチ攻撃から膝蹴りであります。この膝蹴りが先ほどからよく効いています。そしてパンチ、さあパンチになりますとどうもやはりアジャコングの方が1枚も2枚も上手のようであります。メドウサ返そうとするんですけども防戦一方になりました。ちょっとここはなんとか体勢を立ち直すね、きっかけを作らなくちゃいけません。ストリートマッチ危なくなった。さらばとちょっとメドウサ反撃に転じておりますが今一つ迫力不足といった感じ。メドウサに対しまして男性ファンの熱烈声援が飛んでいるオタク体育館。しかしメドウサもちょっと疲れました。顔真っ赤、飛び上がるようにいたしましてパンチを浴びせます。今日は先ほど三宅アナウンサーからも紹介に入りました6オンスのグローブをはめております。したがって一発一発効いてまいります。フックがすごいですね。アジャ選手のフックが、なるほどね、危ないですよあれ。テンプルの後に食らっちゃうと、しかも館内の温度はおそらく30度を超えているでしょう。猛暑、まさに熱火であります。アジャには何やっても効かないですね。あそうか、私その前同じコメントをね、やったの、アスカと同じコメント、ハーフですもん。さあしかしこのパンチはどうでしょうか。おーっとアッパーカットから攻撃。さあこれは連打が出ているちょっと動くか止まった。しかし相手の動きを見透かすようにいたしまして独特のパンチであります。1点いたしますパンチ攻撃。早いですよパンチはね、なかなかかわせません。体が大きいんですけども早いですね、あれだけできるんですからね。パンチのスピードがあります。半端じゃないですよね。やはり確かにこういった喧嘩殺法ということに関してはね、アジャコング大したもんだ。しかし今ストレートが入りました。おこれはまともに入りました。このパンチは気をつけなくちゃいけない。ダウンだ、今のは効いておりました。ストレートがきれいに入りました。さあダウンを喫しました。あるいは頭を使って休んでいるんでしょうかアジャコング。おーっとフラフラしてます。やはり足に来てますか。そうですね、前の対戦でもね、ちょっと不用意に連打を浴びてね、そんなことになりましたからね。おお今度はどうか。今度はパンチの応酬になりました。しかし意外にメドウサのパンチが効いているようであります。アジャコング油断はできません。お母さんの家が放送的に守っておりますアジャコング。今日はどうしても勝ってお母さんに今日の晴れ姿を見てもらいたいというアジャコングでありますが、どうなりますか。メドウサも必死であります。今日は気するところあって登場しております。決着の一戦、ここまでまず5分と5分、ややアジャコングが押しているこういった感じでしょうか。しかしメドウサもね負けているようで、今みたいな攻撃ね効いている。ファンが多くメドウサに声援を送っております。ニードロップを落としました。後頭部、
あーった、ファンにアピール、ファンにアピールしております。あーアジャが意外に効いている。さあ形勢は逆転か、形勢逆転か、アジャ今度フラフラになった。今度はアジャの反撃、アジャの反撃、さあどうか、突き上げるようなパンチ攻撃、アッパーカットのお返してやります。今度はメドウさん、コーナーに逃れました。あっと後ろから行った、あーまたパンチが入った、まあ、とにかくボクサーじゃありませんからパンチがまともに入るとね、効いちゃうんですよね。そうですね、まあ、あまり殴られた経験はないですからね。そうそう、なんといってもレスラーですからね。でね、塩野さん、はい、あの2人ともねディフェンスは今一つなんですよね。そうそう、本人たちもディフェンスはそれほど自信がない、とにかくもう自分のパンチを相手に当てることだけ考えてやってるみたいですからね、そういう殴り合いですよ、で、6オンスですから、やはりもう一発当たった方が、はい、とにかく勝利に一歩でも近づくということですね。だから今みたいなパンチが怖いんですよね。そうですね、はい、ああこのミサイルキックは綺麗に入りました。さあ片指の体勢になった、これはどうでしょうか。今のは綺麗に決まりました。メドウサっていうのももうフラフラになっているような感じで戦意があるのかどうかと思った瞬間にサッと反撃に出ますんで、この辺りはアジャコング十分に警戒しなくちゃいけない。パンチは空振り、今度は右が入りました。右のラフがフックが入りました。右パンチ一発、そしてヘッドバット背中に浴びせました。もう一発、今度はボディに炸裂してやります。アジャいった顔面に一発、さあダウンです。カウントが入ります。さあメドウサペンチ、メドウサペンチであります。カウントはセブンで立ち上がりますが、まだフラフラしております。さあファイトが命じられました。また一発後頭部に入りました。まだも尻餅をつきました。さあ、あーっとまた入った、強烈、なんと言うんでしょうか、裏打ち、綺麗に入りました。さあ仰向けに倒れましたメドウサ、大ピンチ、ホールやります。カウント5、起き上がれるか、6、7、8、9だ。さあ10だ、これはダメ、立ち上がりません。綺麗なノックアウト勝ち、鮮やか、アジャコングメドウサを破りました。さあアジャコング選手がこちらに戻ってきました、はい、さあアジャコング選手がこちらに戻ってきました。おめでとう。ありがとうございます。いや、いろいろ僕も獄門等々あったけども、今日の勝利は素直におめでとうと言えますよ。ありがとうございます。ちょっとやっぱり目が潤んでますか。いや、そんなことないです。あのお母さんの写真を掲げ上げた時ってのはどんな気持ちでした。そうですね、やっぱり大きい試合っていうのは会場で見せてあげられなかったんで、今日はしっかり見てもらうっていうことで、で自分の勝ったところをしっかり見てもらえたんで、うん、よかったんじゃないかな、やっぱり喜んでんじゃないかなと、うんうん、はい、ね、
でもあなたは今のすごいファンからの歓声があったけども、はい、今までのヒールとちょっと一味違ったヒールになりそうな感じがまたしてきましたよ。そうですか、うん、そうですね、やっぱりそうなりたいし、ならなきゃいけないと思うし、うん、ならなかったらやっぱり客ついてこないですからね。う、うん、9月にはブルさんとの絡みでサチも待ってます。そうですね、うん、やっぱりこれを弾みにやっぱり今日やっぱメデューサと戦って、この間の時とは全然違う感じで、うん、本当にすごい今日は追い込まれてて、うん、危ないなって思ったんですけど、やっぱり最後裏剣一発効いたんで、うん、あれだったんですけど、やっぱり裏剣の差だけだったと思うんですけど、うん、やっぱりメデューサと今日あれした戦ったメデューサとのあれのためにも、うん、やっぱり金網は絶対負けられないですね、うん、これからも期待してますんで、はい、頑張ってください。どうもおめでとう。どうもありがとう。さあいよいよ今日のメインイベント 3WA 世界シングル選手権試合です。まずはチャレンジャーの豊田真奈美選手です。さあ前回のジャパングランプリ優勝してチャンスをつかみました。どんな気持ちで戦いますか？ジャパングランプリの優勝者として恥ずかしくない試合をします、うん、確かの相手のブル中野選手には一回も勝ってないんじゃないかと思うんですが、そのあたりはいかがですか？周りの人から絶対に勝てない相手だって言われてるんですけど、そう思ってる人たちを、そう思ってる人たちにあっと言わせる結果にしたいと思います。結果は絶対に勝ちます。そうですか、はい、期待してます。じゃあ頑張ってください。さあこのチャレンジャーに対しますチャンピオン獄門島投手ブル中野選手です。ちょっと話がしづらいですが、ブルさん、なんだ今日の相手はどうですかね？ヘトも持ってねえな。そうですか。だいたい何分ぐらいというふうに自分で考えてますか？だいたい5分って決めてんだけど、うん、一応試合的に考えたら10分以上だ、うん、結果は勝つに決まってんだろ。あ、そうですか。負けるわけねえだろあんな。そうですか。じゃあもう赤いベルトは自分のものというふうな気持ちで引退するまでこれ持ってんだよ。これも取られた時は引退してやる。あ、じゃあ今日負けたら引退というふうに考えていいわけですか？そうだよ。そうですか。でも負けるわけねえだろバカ野郎はい、どうもありがとうございました。久しぶりに来ましたけど、今日のメインイベントです。最後までじっくりご覧いただきたいと思います。しかし今日のブル中野に対しましては数多くのファンから白いテープが飛んでおります。大田区体育館
全日本女子プロレス、またファンも変わってまいりました。大勢の男性ファンの今日は熱狂的な声援を受けております。チャンピオンのブル中野であります。そして放送席の2人がかつて巻いておりました赤いチャンピオンベルト、チングさん、はい、ね、どんな気持ちですか？そうですね、まあ、このベルトはね、私もアスカも一応ねタイトルで保持したことあるんです、ですけどね、はい、まあ、このね、ところこの場所というのは結構スリデベイの物語っていうのが結構続いてるんですよ、はい、選手権で、だからね、まあ、このニューフェイスのトヨタマナミがブル中野を相手にどれだけの前線をできるかですね、勝つと思わないで自分の力を 100% 出してほしいですね、はい、なるほど、うん、さあ今試合がどうやら始まったようであります。どうか、おお、目まぐるしい試合展開になってまいりました。トヨタのキックが入りました。しかしこれをドーンと受けております。今自分は100キロあるんですと今日胸を張って私に報告してくれました。まさに100キロチャンピオンでありますブル中野、トラリアートが入った。綺麗に見事なラリアートがトヨタマナミに炸裂いたしまして、場内ドーッといったブームであります。アスカ、ブル中野の迫力はまた一段と増したでしょう。100キロですか？え、体大きくなったなと思って。100キロ、100キロですか？100キロ、自分ではっきりと言ってましたよ。では動きがね衰えてないですからね。アスカと同じだ。何言ってんだよ。アスカだってね、引退するときはあれで87キロぐらいだったのかな。ありましたね。ね、しかしそれを上回ること13キロ、半端じゃないウエイトですね。はい、でも動きますからねこれで、ね、そうそう、だから怖い、手強いですよこれは。トヨタマナミも大きくなったと思ってたんですけども、今日のブル中野を相手にするといかにも細くて小さい感じがいたします。そうですね、はい、まあ、ブルの、ね、マジックの中に入っていかないようにしないと。本当ですね、マジちゃんですよこの人は。はい、こういうことを言うと古いと言われますけども、まさに戦艦に対する駆逐艦ぐらいですね。そうですね、そのぐらいの今日は体重差がありますけども、三宅君、はいはい、今日の2人の、ね、戦う前の様子、どんなもんでしたか？とにかくトヨタ選手はですね、はい、ブル中野選手に勝ってないわけです今まで。あ、そうだったかね、で下馬評もですね、どうしてもブル中野選手が勝つであろうと、はいはい、もう話題はですね、一体何分トヨタが持つかという、うん、そういう話になってるわけですよ、はい、でもトヨタ選手はね、そういう風に言ってる人たちに、トヨタってこんなにガツなる選手だったのかと、そういう言葉を言わせるような試合を見せたいと。今日はね、試合前もそれほど緊張してなかったですね。あ、そうだった。何かが吹っ切れたのか、それとも何か、まあ、スープレックス新しく、ね、開発してるって話もありますし、あ、そうですか、何かがあるのか、まあ、その辺はちょっとはっきり分かりませんけども、今までの試合よりも緊張感は少ないようですね。あ、そう、新しく開発したスープレックスなんてね、今日はどんな技が出てもね、長与次さんに聞けるからね、安心して実況中継できますけども、現役時代7色のスープレックスを使った、うん、そうそう、その辺のところはじっくりね、先輩のチグさんにも見ておいてもらいたいんですけどもね。他にどうですか？はい、さあこれは後ろに落としましたブレンバスターで、まずカウント2を取りましたのがブルナカノであります。今日は阿部さん、トヨタマナミ見てると何をやったってね、この100キロのチャンピオンに通じないようなさっきから気持ちがしてるんですけど、どんなもんですかね。いや、でも何回も何回もこうやっていかなきゃダメですね。ドロピックもまあ今まで5、6回跳ね返されましたけどね、はいはい、それでも何回もやっていくのが大事ですよね。あれで諦めずに、やはり執念を持って何でもやればだと思います。岩尾も通したい、こういうところかな。まあ、改めて解説の阿部さんね、今日のこの CWA の世界シングル選手権、阿部さんはどういったところを一番注目してますか？ですね、やはりトヨタがね、まあ、どこまでこう先輩に近づいたかと、うん、まあ、60年組には一応勝ったんですけどね、はい、この後ろにもっともっと大きな壁がありますので、ね、この壁をどこまで崩せるかと、うん、まあ、前線でダメですね、やっぱりね、勝ってほしいなと思う感じですね。そうですか、うん、これ逆の形で入っているようですけども、やはりスリーパーホールドみたいな体勢になっているわけですか？そうですね、ドラゴンスリーパーホールドですね、はい、後ろから行くやつですね。後ろから行ってね、はいはい、相当効いたようですけども、なんとかこのスリーパーホールドを逃れました。さあ、今度はパンチ攻撃でありますが、ほとんど効いてない、一発で後ろに倒れました。足蹴にされております挑戦者トヨタマナミ、なかなかまともに一旦じゃ通じない、そんな感じもありますが、先輩のチグさん、はい、トヨタマナミに何かアドバイスをお願いしたいですね。そうですね、ここまで全く何をや
ったって気にない感じだもん。一瞬の魔人にでもですね、一部の隙ありですからね、はいはい、これはね、まあ、隙を狙っていくしかない。でも自分たちがね、例えば今のライオネス・アスカと長井中世っていうのが、はい、今のブルー中野と対戦するとしたらどうします？どっからどういう風に持っていきますか？そうですね、まあ、ウェイトがありますからね、まあ、スタミナロフスにさせることと、はい、やはりあの上半身がそれだけ重いですからね、下半身を崩していきますけどね、うん、でもやっぱりパワーでは絶対負けちゃいますから、うん、今ちぐさが言ったようにやっぱり落ち着いて隙を狙って攻め込むことですね。試合が始まってね、もう何分か経ちますけども、とりあえずトヨタマナが見せた構成というのは一瞬のあの逆さ押さえ込み、あれがちょっとあったかな、ね、相手が崩れてたけどね。でもね、逆さ押さえ込みっていうのは太ってる人には不利なんですよ、うん、なぜならばかける方がね不利なんですよ、うん、なぜならばこう全部回転してしまいますでしょ、うん、丸くなって、うん、抜けちゃうんですよ、はい、だからああいう技はねあまり効果的じゃないと思うんですけどね。しかも今カウンター気味でしてね、ラギアート、はい、これも強烈に決まっております。得意の今ブリッジを披露いたしました。さあパイロドライバーになるのか、入った直角でやります、脳天空誘致。さあ右手を上げまして、神に応えております。余裕の王者ブルー中野であります。今のあのトヨタなんか見てますとちょっと表情が死んでましたがどうか。さあ今の落着までありますが、これは一瞬だ。おーっとちょっとスリップいたしました。ミサイルキックをかましました。さあようやくトヨタらしい動きが出てまいりました。そして今度は取りました、軽量です、未完全軽量であります。余裕を持って受けておりますブルー中野。さあもう一回ロープに振りました。今度はトヨタどうするか、バックを取られました、軽々と後ろに押されました。さあこれはどうか、あーっと危なかった。今あのトヨタの波の表情を見てましたが、カウントがね 2.5 ぐらい余裕を持って、しかしそのカウント自分で計算しておりました。まだ余裕はあるんでしょうか。100キロです。とにかく大変な迫力です今日のブルー中野。叩きつけました。さあこれこのまま落ちると大変だ。トップロープに100キロが上がった。さあこれからどうするか、飛んだ、これはうまかった、うまくかわしました。さあトヨタ真波どうするか、トヨタどうするか、このまま決めるか、エビ固めだ。しかしこれもカウント2、今のまともに食らってたらもう安倍さんあれで勝負ついたんじゃありませんか、ね、ええ、いやーまさに恐ろしい、まさに恐ろしい、この中野でやります。さあ一気に飛ぶか。さあここは飛んだ、飛んでいきましたが、どうもこれはよくは見えませんでしたが、どうなんでしょう、すかされましたね、かわされましたでしょう、じゃあトヨタの波が下に落ちてますね。あ、今カメラが捉えてくれました。あ、ブルー中野この余裕の表情をご覧ください。かわしました。しかし場内の声援はトヨタコールであります。あ、トヨタコールが巻き起こっております。長男に大田区さん、リートアップしております場内。しかしもうフラフラという感じ。小センタートヨタマナミ髪の毛をつかまれました。そしてさあイランロープに上がっているなだれ式の何が出るんでしょうか。あっとトヨタうまく壊した、これはうまかった。さあトヨタが飛ぶか、トヨタが飛ぶか、一気に飛んだ、受け止めた、このままどうか、カウントが入る。あっとうまくかわしました、カウント2であります。しかし依然として髪の毛を持っている、このまま行く、決まるかどうか。あーっとカウントは、いやー陳さん、はい、今の技はいかがですか。ノーザナイトスープレックスですね、まあ、手をロックするのちょっと忘れてましたね。なるほどね、あれで手をロックしたらもう動けないですけどね。今度はどうか、返せるか。あーこれはジャーマンが出ました、スープレックスを応酬しております。これはどうやらスープレックス合戦か。そうですね、男性輩、ね、長与千草の守る中、スープレックスの掛け合いであります。ノーザンライトスープレックスからジャーマンスープレックス、お互いに応酬いたしましたがカウント3は取れませんでした。さあ今度はどうするか、これはうまかった、回転蹴りがその体勢に入る。あ、しかし相手の100キロ大きすぎる。やっぱりね、塩野さん止められません、滑るんですよ塩野さん。そうでしょうね、あのもう先ほどから選手がね、もう汗がね、はい、にじみ出ててね、リングの上も滑るんですって。まあ夏の試合っていうのはね、選手にとっては一番戦いにくい。今のはちょっと危なかった、危ない危ない、ね、首がぐにゃんとしましたね、うん、さあバーッとこのまま突きつけられました。パワーボムが決まったか、単独の勝利であります。
最後は何かのことを壊したような感じのパワーボムでしたね。サンダーファイヤーパワーボムでね、まあ豊田にはまだ風が暑かったという感じですね、子供扱いにトヨタも飲みされましたですか、阿部さん。塩野さん今マイクが行きました。はい、強化ってのは当たり前だ。あれ水田兵の弁当だな。俺が手前した時は引退した時だ。誰でも挑戦してこい。今ねマイクを使って怒鳴ってるんでよく分かんなかったけども、三宅くんどういうことだった。いやあのですね、3AA はですね、自分のベルトだと、このベルトがこう誰かに取られた時は自分が引退する時だと、そういうことですね。ブルナカのじゃあ取られたら引退だと、そこまで今リングの上で言っちゃった、いやこれは塩野さんの試合前にもですね、ちゃんとあのマイクの前で言ってましてですね。ああそうですか。じゃあ負けたら引退する、今日の試合で負けたら引退するわけですねって言ったらですね、負けるわけねえだろって言われたんですが、やっぱりそれだけの力を持ってるし、それだけの自信があったんでしょうね、やっぱりね。ああなるほどね。でもトヨタが頑張りましたよね、ブルを何度も追い込みましたもんね今日は。三宅くん、三宅くんはあの勝ったブルの中のこれからインタビューがあるんですか。はいはい、そうですか、はい、じゃあの三宅くんはインタビューの方に行ってください。わかりました。いやいや、しかしね、今あの、ちぐさ、阿部さんにね、ちょっと私よく聞き取れなかったんでね、解説をしてもらったんですけども、自分が 3AA のベルト、赤いベルトを取られた時はやめる時だと、ここまで言えるということは今相当自信があるっていうか、まあ、自信は 100% あるんでしょうね。ね、まあいつね、格闘技者というのはあのいつ落とし穴があって、いつ手放さなきゃいけないかっていうのはあるんですよ。ああ、それはもう裏返しですよね、裏表なんで、あのもっとね彼女の力を引き伸ばすためにも、私たちはですねその言葉っていうのは、いかにせんまだ早い言葉じゃない、ああそうだろうな、36代チャンピオン、はい、アスカ、はい、今日のこの 3AA の世界戦、そうですね、やっぱりあの、まあ、予想通りという形でしたけど、トヨタもよくあの、まあ、私たちが隙を隙をって言ったんですけど、言った後から隙を狙ってね、よく回転技とかね、出してましたし、あの100キロの巨体を綺麗にジャーマンスープレックスで沈めたっていうことはすごいことだと思いますよ。そうだね、もう期待できる選手だと期待できる、負けても見どころはあると、あります、あとブルもチャンピオンらしかったと思います、これもトヨタにとっては嬉しいしね、はい、わかりました。それじゃあの三宅くん、今あのインタビューの用意はできましたか。はいはい、それでは、ブル中野選手にインタビューします。赤いベルトをしっかりと抱きかえてますが、なんか疲労困憊という感じがしないでもないですけども、どうなんですか。するわけねえだろ、すんのか。そうでもないですか。そうでもねえよ、ちゃんと喋れんだよ。リング上で最後やっぱり負けたら引退するんだというような言葉を、そんだけの覚悟なくして試合できないってことだ今のプロレスは、なるほど。アジア選手も勝って獄門島が本当に大暴れという感じがするんですがね。まあ、私がどうになったからだろうね、これは。もうダンプを超えたと、ブルさんもう言っていいですか、これは。あのね、私がダンプと組んでる頃から、プロレスの面で私の方が何倍も上なんだよ。あいつただ振り回しただけだろ、しないよ。こっちはプロレスのテクニックがあるんだよ。なるほど。プロレスの心があるんだよ。なるほど。これからもじゃあ、獄門島の時代っていうのは、まだまだ続いていくと。当たり前だ。さあ、今日のトヨタについてどうですかね。まあ、頑張ったなんじゃないの。あ、そうですか。ああ、まだまだだけどね。でもこれからブルさんのライバルとして育っていくという気持ちありますか。ねえな。そうですか。まあ、あくまでも強気ですけれども、赤いベルト、ブル中野の恋人になりつつありますね。そうだ。それでは引退までこれを持ち続けると。負けた時は引退する時だ。どうもお疲れ様でした。
組み立てで、フルー中田選手、7対1。